まあだからね、保証に関しては、あのーまあ、あののー、まそんな偉そうなこと言ってもらえないかもしれないんですが、そういうスタンスです、その代わり、命がけでお客様をねあのー、に施術していただこうと努力しております、えー、逆に言うと、あのー、つ普通に一生懸命やるだけで大丈夫です。言われた 研修でやった施術を一生懸命やるだけででしっかりあのお客様はつきまますのでご安心くだださいませ、えー、ただもう適当にやりたい、いい加減にやりたい、ただ背中をペタペタ、うつ伏せ1時間とか2時間とかやってね、えー、表ちょっと15分だけやるとかね、そういう、あのお、お伝えしたことじゃなくて、もうただその時間が過ぎるだけで、えー、お給料もらいたいというような方であれば、 そそれこあのー、リピート取れないからそういうじゃね、えー、なんて冷たいこと言っちゃいましたが <laughs> でもちゃんとやろうよ仕事だからそれは、うん、そうでちゃんとやれば必ずあのお客様あの入ってくださいますので、えー、癒しの心を持ってね、えー、一生懸命さを持って、えー、謙虚さもあの持ちながらやられたらあの大丈夫です えー、ですのでまあ保証はそんな感じかな、えー、あとまあそれぐらいかねあと何かありますかねよく聞かれる質問ねうんあとまあ個室待機でね、あのー、特別あのー、えー、セラピストさん同士で顔を合わせることもないし、えー、僕みたいなおじさんとかね事務員さんとかがあのー、いろいろ皿のこととか届け物とか 資材の補充とか行きますけども、えー、あとはゆっくりして、えー、ご自身のペースでお仕事ができますので、えー、そこも、えー、あの、いいんじゃないですか。で、テレビ、テレビ見ないけどね、えー、全部屋テレビ、Wi-Fi 完備でございますので、えー、電子レンジもある、あ、電子レンジはね、一部屋ない、ない部屋があるんだけど、ケチってるわけじゃなくて、あの、 忘れてるだけで、そのままになってるだけっていう感じですけども、えー、ねあの、毛布もあるし、えー、宿泊もできますし、えー、まあいいですよね、うん、うん、いい。アイスもあるし、<laughs> えー、ア,イアイスとかねあの、食べてくださいね、うん。冷凍庫にあるアイスは食べていいですからね、うん。 まあそんな感じであの働きやすい環境になっておりますうんあとまあそれぐらいかなあとうん研修関係とうんああスケジュールねスケジュールはもう自由に提出していただいておりますえー、部屋がね今は現状 4, 4部屋あるんですが4部屋が えー、5人以上の、ね、セラピストさんがその全く同じ時間帯に入りたい場合は、えー、どなたかにお願いして別の日にずらしていただいたり時間をずらしていただいたりすることがありますが偏りがないように、えー、部屋配置しますので、えー、ほぼほぼ、えー、好きなお時間に現状働けるような、えー、状況にはなっております、うん、だからですので、まあ、3時間からですけどね えー、3時間からお仕事できますので、えー、昼だけとか夜だけとか、今日は昼で明日は夜とかね、そういうこともできますし、えー、お休みしたい時はお休みしていただいて、えー、月1回2回しか出勤しないということも、えー、できなくはありませんので、っていうか、それも OK ですよ、全然。うん。なので、えー、ご自身のペースで、えー、お仕事されてる方もいらっしゃってますしね、 えー、本当に普通の、あのーまあ、それこそ、えー、企業、まああのー、なんていうのかな、OL さん、えー、があの夜あの3時間だけとかっていうことでいらっしゃる場合も、あのいらっしゃるセラピストさんもいいおりますし、えーえー、子供が保育園に行っている間、えー、まだ0歳児、1歳児だから、長時間預けられないんだっていう方も、 お仕事をすることができます、えー。皆様のライフスタイルに合わせた義務をすることが可能でございますので、ぜ、え、ひ、ー、あの、そういう方も えー、いらっしゃることができます。逆に、あのー、たくさん働けるんだとかね、稼ぎたいんだって方は、えー、週4、まあ、週5はちょっと多いけどね、えー、でも、あのー、で、朝から晩まで、えー、待機するということもできます。最大5名様ぐらい、あのー、手術できるんですよね、営業時間で考えたら。えー、なので、 うん120分コースでしたら、まあ、5万円ぐらいの、あの、お給料になってくる、場合もありますし、ただね、マッサージ、体使うしね、疲れるんですよね、やっぱり。なので、そんな1日5名様もっていうのは、ちょっと大変だと思うけどね。でも、やってくださるのであれば、それはそれで結構です。それこそ、出稼ぎ勤務、泊まり勤務とかで働かれる方は、そういう、あの、3日間泊まり込みで、えー、朝から晩までっていうような、 で、あの、その後、ずっと来ないとかね。そういう働き方も、あの、可能でございます。うん。なので、東京から来るセラピストさんとかね、いろいろ地方から来るセラピストさんも、えー、いらっしゃるという感じですね。うん。そんな感じかな、うん。うん。で、制服はね、あの、普通のエステ服です。清楚な。 えー、特別いやらしい感じでもないですし、あのーうん、メンズエステ風というなんかね、あの <laughs>、コスプレも用意したりしてなかったりはしてますけども、あの、基本あの、通常のエステ服で施、えー、術していただきます。えー、特別スカートが短いとかね、胸がざっくり空いてるとかっていうこともございませんし、あのー、やらしいような印象はないんじゃないでしょうか。えー、逆に清楚なね、 えー、清潔な印象きちっとした印象がいいというお客様からの評価もいただいておりますので、えーまあ、制服買えるかもしれないですけどねホームページとか施、えー、術新、あのー、マッサージとかのタイミングでね、えー、ただ、あのーうんあのー、そういった制服でございますあのたまにホームページに写真載っけたりする時に着てる制服があれですね うん。なので、とあのー、結構可愛いですよ。高いけどね、あの制服ちょっと高いので、や、やめたいんだけど。<laughs> 高いもん。あ、すいません、愚痴ってしまいました。えー、ああいう感じの制服でございます。うん ですね。で、あの、まあ、これは書いてあるから、日払いでお支払いしてますので、えー、一日に働いた、えー、施術した分のお給料はその日にお持ち帰りいただくと。なので、研修期間がお給料ゼロでも、デビューしたらその日から稼げますので、あのー、本当心配いらないよ。ちゃんと研修最近はもう3日4日でデビューするね。1日長くしてるんだけど、早くやっぱデビューしたいというニーズにも応えたいじゃないですか。なので、あのー、3日4日、えー、 で、しっかり朝から晩までおじさんと二人きりっていうわけではないんですけどね。あの。 えー、あのー、トレーナーさんがいるからね。えー、なので、あのー、しっかり研修してデビューしていただくようにはしてます。ただ個人差がありますので、えー、たくさん研修が必要な方もいれば、たくさん研修したい方もいるんですよね。えー、なので、えー、で、ある一定のレベルまで達しないと、やっぱりデビュー、お客様から体験をいただくわけですから、あのー、デビューはできないんですが、一生懸命覚えてくだされば、えー、3日4日でデビューが可能と。 えー、言ったところでございますか。えー、こんな感じでございますね。えー、ちょっと何分ぐらい喋ったおー !8 分もいってる。まあ、じゃあ、まあまあ、この真面目な話はつまんないでしょあとは面接で聞いてくださいな。<laughs> あのー、ただまあ、待遇もよくね。 あの、本当に今までのお仕事の、うん、んこうした方がいいんだけどな、という点を全てクリアになっている。まあ、全てじゃないかもしれないけど、えー、ほぼほぼクリアになっているお店でございますので、本当にセラピストさんの働きやすさを追求している、えー、追求したいと思っているお店でございますので、あのー、安心して、あのーはい、働いていただけると思いますし、プライベート重視でね、あのー、 えー、働くことができますので、あ、えー、ただまああのー、出勤決まったらね、確定したら。 他の仕事だとかね、えー、他の,あの、他のというか友達と飲み行く約束入れちゃったから休みますってのはなしにしてくださいね。お客様、出勤確定したスケジュールに関してはお客様のご予約を取っていきますので、お客様は、あの、1週間前ぐらいからご予約入れることができますのでね、えー、セラピストさん当日とか前日になって休みますっていうことになりましたら、お客様に迷惑がかける、かけてしまう、お客様に迷惑かけてしまうことになってしまいますので、それは、あの、さ あの、もうい,いけないことですのでね、えー、他の仕事ダブルワークの方もうちで出勤確定した後は他の仕事を入れないようにしていただきたいと思います、えー、それこそ体調不良とかね、えー、そういった類のまあ、理由であれば。 もちろん、お客様にはご迷惑をおかけしますが、あの、やむを得ない部分もありますので、えー、それは遠慮なく、えー、伝えてください。なるべく早くに伝えてくださいね。えー、体調悪い、悪い中、施術しても、やっぱお客様も癒されなかったりもするし、えー、その辺はもう、えー、なんていうのかな、もう熱も8度、9度あるのに、出勤しろって言われたから行かなきゃいけないみたいなことは一切ないので、 ご安心くださいお腹痛い時もそうよ。やっぱり調子悪い時は、えー、正直に言う、うん。それでいいと思います。ただ、遊びの予,約予定とか、えー、体調悪いって言ってやっちゃダメよ、うん。そんなのバレるからね、おじさんには。<laughs> ということで。えー、でもまあ、その辺は、えー、常識の範疇で、えー、お互いやっていきたいなと。やってきているしね。 え、それでいいと思っております。あ、じゃあまあとりあえず終えますね。えー、すいません。えー、失礼します。<laughs>